こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はい。ということで美咲の部屋ということで、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。でどうするの今日は。今日は、うん、ボリュームが出にくい方必見です。うん。ポニーテールの方法をやっていきたいと思います。はい。ということで。最近ね、はい、コメントで結構皆さんよくいただくんですけど、はい、髪の毛の量が少ないとか、はい、髪の毛が柔らかくてボリュームが出ないとか、ね、特に美咲さんのヘアアレンジ、はい、できないとかが結構多いの で、はい、で今日はそういう方でもボリュームがアップできて、はい、なおかつ頭の形が綺麗に見える、はい、ポニーテールアレンジを美咲さんがやってくれるんで、はい、ぜひそういう方よかったら参考にしてみてください。はい、はい、それでは動画スタート。先週と言ってオイルをワンプッシュ出します。手のひら全体に伸ばしてから毛先、中間、表面と伸ばしていきます。おくれ毛を顔周りともみあげの部分を下ろしておきます。表面の部分をこのくらい刈り分けていきます。ブラシで分け目を隠すように後ろに向かって溶かしながらまとめていきます。表面を斜めに分け取ります。分けた髪の毛をねじっていきます。だいたい2回転から3回転ねじります。ボリュームが出にくい人ほどねじる回数を増やしてあげるといいと思います。下の髪の毛をねじった持っている手の部分にまとめていきます。ゴムで結んでいきます。ねじった部分からほぐしていきます。少しずつゴムに近い部分から徐々に上の方までほぐしていきます。ねじった部分がほぐし終えたらここの平らな部分もほぐしていきます。あとはヘアアクセをお好みでつけていきます。今日は今流行りのデカシュシュをつけていきます。ゴムの部分にシュシュをつけたら完成です。はい、ということでこんな感じでおしゃれに決まったと思います。はい、ねじった感じやな。ポイントっていうのはねじるとこやな。 ねじることによってこうボリュームアップして、はい、まあ、いったら猫っけの方だったり髪の毛の量が少ない方がボリュームアップ出るってことやな。はい、他は何かある？あとは、うん、ほぐす部分ですね、うんうん、をねじった部分だけじゃなくてちょっと平らな部分があるので、うん、そこの部分もほぐしてあげるとよりおしゃれ感が出ていいんじゃないかなと思います。なるほど、はい、毛先は巻くの？巻いた方がいい？毛先はそうですね、巻いてあげた方が、ロングは巻いた方がいい、はい、で、ミディアムはどの辺くらいまでいける？長さ的に皆さんやれる人ボブまでいけるかな。
ボブまでいける。ボブの人はやっぱこの辺ちょっと落ちてきちゃうと思うんですけど、うんうん、それはそれでおしゃれ遅れ毛みたいな感じでちょっとおしゃれじゃないかな、うん、あ、そういうところはなんかオイルとかめっちゃつけてっていう感じでね、はい、ボリュームが欲しい方はねやっぱりねじっても強引にボリューム出すっていうのが多いから言ったら、はい、でも言うと普通にポニーテルしても出へんし、やっぱこうねじってこう高さを出すことによってボリュームが出やすくなるかなと思いますので、もう一個ありました。はい、もう一個ありました、はい、すいません皆さん、あのねじる回数ですね。あ、はい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 、はい、細い毛の方ほどボリューム出にくいので、うん、まあ、3回とか4回までいってもいいんじゃないかなっていうのはあります。はい、私の髪の毛だとめちゃくちゃ量が多いので、うん、まあ、2回、3回くらいがベストです。うん、細い方は4回ぐらい、多くても4回までですね。なので量が普通だったりとか多い方は 2,3 回、はい、で髪の毛の量が少ない方は 3,4 回ぐらいでやってあげるとベストかなと思いますので、はい、よかったら参考にしてみてください。はい、はい、で多分いつもね美咲さんヘアアレンジばっかりやってくれてるんですけど、なんかねこういうこと見たりとか、はい、なんかそういうのがあれば、サロンスタッフがやってることだったりとかがもし、気になるのであればコメントどんどんください。お願いします。はい、じゃあこの動画よかったら高評価ボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、はい、それでは皆さんまたお会いしましょう。お会いしましょう。バイバイ。バイバイ。